さあ、ということで、81年目かな、多分。違う？うん、81年目からやっていきます。ひぃ。まあなんか調子良かったんだよね、確か。非常に調子は良かった記憶がある。が、どうでしょうな、こっから先。俺がうまくやれるか。やれんのか、岡田。はい、やれます。なんだ？ヘリコプターの日。ああ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。つうか、なんか、あれ？これどういう状況だっけ？なんか、どういう状況だっけ？なんで俺ボンビついてんの？ああ、そうだよね。あ、絶好調だ。よね？そうだよね。どうしよっかな、これな。つけても、意味ねえしな。これ、二刀流からの千載一遇、あるいは銀鉄で一発でゴールを目指すっていう手がある。つうか、それしかなくね？旭川っしょ。いや、それしかねえな。二刀流からの千載一遇でどうにかするか。銀鉄でもいいけどね。銀鉄って一発でゴールできんのかな？銀鉄にするか。銀鉄使おう。銀鉄の方が確実な気がする。旭川ってなんか止まれないっていうかさ、回りにくいからさ、あそこ。なんか多分銀鉄の方が確定感があるよね。問題は銀鉄ゴールするだけ望みで出せるかっていう、そこなんだよな。そこ結構怪しいんだよな。大丈夫かな。一発でゴールできなかったら銀鉄使う意味ないんだけど。大丈夫ですかね。怖いなぁ。これ何マスなんだっけ。毎回忘れる。なんか多分20マスとか。20もない。せっかくね、二刀流と銀鉄とかいうね、ウルトラコンボ使ってるから、さすがに、これ20出てないけど。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、10、もう、はい。19、20マスね。もう、なんでよ。つうか、望み出なさすぎなんだよな。もうカスなんだけど。これやばくない？結構。あー、もうほんとカス。金か。いや、大丈夫か俺。やばい、いっぱい出ちゃった。500億も。うわー。いっぱいお金持っといてよかった。やばい、これ、さ、このターンでゴールしなきゃさ、ダメだったのに。これまた、だってこっからだったらな、旭川来れるもんな。なんか武器をさらばとか持ってるしさ。ふざけんなよ。刀狩りとかやられない俺。どうしよう。ん？何これ。俺も武器をさらば。これ2出るよな。さすがに。1とかやめてな。あぶな。怖っ。今さ、サイコロ振り出してから考えたわ。あと1マスって感覚だった。危ねえ。けど、やっちまってるのはやっちまってるんだよな。どうしようかな。佐久間が絶好調である以上、どうしようもねえんだよな。あいつの絶好調終わってくんねえかな。早く。なるはやで終わってほしいんですけど。これ、厳しい。森岡とかさ、佐久間一発でゴールできちゃうじゃん。やばいな。絶好調終わってください。終わらないですよね。ああ、全然届かない。よかった。よかったけど。いや、近すぎ、近すぎ。近すぎだって、サイパンとか飛ばしてくんね。飛ばしてくれた。けど、
これ飛行機ってなんか来れちゃわない？なんか来れちゃう気がするな。一発で。大丈夫か？絶好調がマジ、やばすぎんだよな、こいつの絶好調。ハワイか。これ指定運賃あればな。閉じ込められるんだけど。ないから、どうしよう。進めるカードもねえしな。か、回るんだけど。あと71件か。北海道があと2件？おしゃまんべか。ちょっと待って、もう一回見させて。ごめん。関東26件。海外。そっか、グアムとかサイパンとかそこら辺買いに行かないといけねえのか。結構出たな。ここまで届かねえ？届かねえか。そうか、届いてたらゴールできてるって話ね。はい。じゃあ、弘前大学医学部でも買い占めとくか。買い占めるっていうか、なんか増資？これな、こんなことしてる場合じゃねえんだよな、多分。結構ね、やっぱり佐久間の絶好調は強いからね。あ、強っ。武器をさらばやめてほしいんだけど。ぶっ飛び使うんだ。ん？ああ、九州か？四国ね。お疲れ。どんまい？なんか友達から LINE 来てる。よいしょ。振れよ。まあ別に振っても振らなくてもどっちでもいいのか。7マス。お神。狙い通り。パトカード。まあ持っといた方がいいか。いや、これね、カスタマイズがほんと大事なんだけど、二刀流、持てなくなっちゃった。刀狩り1枚いっかな。刀が1枚いいな。これね、カスタマイズがほんと大事なんだよな。金ねえけど。これ今何月？ 8 月とかだった？いやいや、出すぎだって。出すぎだって。おい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 。これで赤字回避か。なるほど。何だった？ごめん、今俺 LINE 返してて。あ、京都カード。いらな。新幹線もらっちゃったの？そんないいカードもらうなよ。さて、やばい、 LINE 返してた。よし。ほんで、どうするか。まあ、望み周囲もう一枚欲しいな。1、2、3、4、5、神。望み周囲もう一枚欲しいな。ガリか。ガリはまあ強いんだよね。まあいいか。一枚。あ、もったいね。ガリめちゃ強えもんな。絶好調全然終わんないじゃん。なにこれ。もうゴール？まだだよね。え、ちょっと待って、ゴール臭くね？あ、ゴールだ。危な。危ね。結構来てた。そろそろじゃあ私がゴールしますか？まあ、とはいえな。まあ、多分もう絶好調終わると思うんだよね。ダイヤモンズ？ゴールドカード。パトカードにするか、じゃあ。に、出るんですよ。狙い通りなんですよ。よし。しかし、奴は絶好調。
しかもカードも持っている。困ったな。このままね、何事もなくこの1年が終わってほしいんだよね。そうすれば収益が入って着さ方を変えるって話なんだけど、とにかくな、着さ方が今欲しいんだよな。いつでも望み収入が変える環境が欲しい。あ、やっと終わったか、クズ絶好調野郎が。いや、カード持ちすぎでしょ。え、あぶな、ぴったりかと思いました。どうしよう、二刀流使ってもいいな。まあでもここで使うのもったいねえか、いくらなんでもな。あと買い占めてない物件を買い占めて、なんか一年は終わりたい。オッケーオッケー。上野の美術館ね。とか、お台場、伊豆大島か。と、立山。あそこ、千葉とか全然買ってねえなとか言ってたな、そういえば。出なさすぎー。まあ、とりあえず適当に進みますかな。で、増資できるところはしていく。長岡ね。持ってんだよな、カード。全然これぴったり臭くね？もうほんとカス。あー、うぜー。待って、これ絶好調。だよね？オッケー。お前もう許さねえからな。もう絶対やるもんね。もうほんと許さねえから。マンタクロース。なんか卑猥じゃない？ちょっと大丈夫？ここはね、二刀流で、一回目は刀狩りします。で、まあ、絶好調を返してもらう。あ、もう一枚くれんの？じゃあ、どうしよう。特急周遊か新幹線だな。新幹線だな。で、まあ、使うわ。まあ、あまりにも出ないよね。まあ、ビルはいらねえしな。いらねえ。で、こいつ特急収入しか進めるカードがねえから、にしても出るな。ああ、なるほどね。あくまでゴール狙う感じか。マイクにダイレクトアタックしちゃった。やばい音入ってそう。さて。あ、お金お金。出た。どこさ、ヘキサ、エンさん。はい、来ました、絶好調。神。神&神。で、13か。まあ、出んじゃねえの。出なさすぎじゃない？いや、ほんとに。望みもう信用できねえわ。これさ、まあ、赤っすよね。果たして100年目までにフル増資できるのか、まあ、そもそも全部買い占めいけんのかっていうね。そこすらも怪しい。あれ？これ、ゴール？ではない。いいね、引き換え券。欲しい。探偵会社、どこの？ごめん、見てなかった。今治か。あ、オッケーオッケーオッケー。え？もうこれで買い占め？あ、全然いい。さあ、じゃあゴールしますか。で、あとは、佐久間特急周遊1枚しか持ってないから、まあ、ここで一回付けられたとしても、さっさと付け替えして、倍ならですね。カスタマイズ使いたい。港？三池港どこだっけ？三池港どこだっけ？あれか。あの、伊豆大島、その下のところか。どこだっけ？ 29 マス。おお。お？ぴったりね。ほんとカスだね。だるすぎなんだけど。ぴったりつけてくるとか。26か。出ねえ？出なさすぎじゃない？いや、だるいな。変な位置でぴったりつけてきやがってよ。
白浜の増進に勤しむか。まあでももうこいつつけ、ああびっくりした、なんかカード持ってたかと思った。アセリヌンティウス、よし。そこ、え、特急しかないのか。待って、いただきますね、ほんとやめてほしい。マジ変にさ、ぴったりつけてくるから。刀狩りねえし、今さっき変なのにな、刀狩り使っちゃったからな。140億足りねえよ。ミイケコマジどこだよ。あ、こっちな。あー、そういうことね。やばい、これ特急つけられるな。はい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 。もう5本、もうちょっと待って。いや、もうだからさ、マジでうざい。こう、いただきます、マジでうざいわ。え、これ絶好調、使われるよな。どうしよう。7個を振られるの、マジできついんだよな。どうしよっかな。困った。さすがにまずい。でも、刀狩りを持ってねえし、二刀流も持ってねえ。いや、二刀流があればな。ワンチャンどうにかなった説はあるんだけど。いや、もうこれゴールするしかねえな、ここで。で、いけた。でも、絶好調使ってくるよな、絶対に。絶好調使って、なんかつけに来るよね。いやー、いただきます。強えな、ほんと。佐久間の圏内にいちゃいけねえんだよな。特急圏内とかにいちゃいけないから、まあ俺のミスなんだけど、あ、待って、これしかも一発でゴールされる。オワコン、まあ使いますよね。いや、マジでやらかしたな。うーわ、いやー、こんなんもう確定だもんな。どうしよう。届くのかな。まずそこなんだよな。届かない気がすんだよな。ナス。いやね、リ、こういう時にね、やっぱリニア持っとくべきなんだよな。ナスって21マスな。佐久間の方が遠くね。17か。いや、ほんと出ないんだよね。もう、こう、ね、5個とかね、ほんと出ないんだよね。結構カスなんだよ。買い占められんじゃね。いや、3400億も使うの。いやー、厳しい。ボンビがいるのが厳しい。再開カード。バカにしてんのか、お前。ブックマーク売るわ。いや、まん、くっそー。うわ、しかもぴったりだし。すごいなー。ここでぴったり出せるの何なの？やっぱ強いなー。いただきます、マジでうざい。あいつ、ムカつくな。よし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 。まあまあまあ、こうじゃないとね、面白くはないよね。四国中央。俺買い占めてないから、ここは絶対行かないと。ナスは俺買い占めたよね。オッケーオッケー。ナスは買い占めたっぽい。で、終わるよね。そうなんだよ。これは困った。くっそ、絶好調パクられたのマジでうぜえな。カスタマイズやって絶好調になるんだったらな、絶好調使ってもいいんだけど、まあ、ここは確実につけに行かないとね。いやー、本当に厳しいな。くそー。望み周遊買いに行きてえが、
いや、なんか、本当にいいカードください。本当に。お願いします。33と出るもんね。出なかった。そっち行っちゃうの？なんでそっち行っちゃうの？これ新幹線使って、いや、なんかフルで出したい。新幹線とかあんまな、全く信用してねえんだよな。こうなるから。これ持ちつ持たれつになっちゃうとな、圧倒的に俺が不利なんだよな。多分本当なんか、本当にいいカードください。進める、お、神。さくらんぼより北方の方が格上だわ。いや、無理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 。23マスなんて出ませんよ。もう勘弁してくださいよ。しかもなんか結構金持ってるしな。どうしよう。まあ望みは使うけど、21じゃ足りてねえんだよな。もっと出ろよ。なんで5個振って21って。てか佐久間どこ行った？そこか。ぴったりか。でかっ。絶好調終われよ。もう絶対ゴールだもんな。いや、四国中央買われちゃうんだけど。あ、買ってあったわ。よかった。どこだっけ？どっか。あれじゃあ四国とか全部俺買い占めたのかな？もしかしたら全部買い占めた説があるな。どうですか？ビリです。はい。ビリですはどうでもいいんですよね。福引き捨てちゃうんだ。ワンチャンあるぞ、福引きは。何かが起こる可能性が全然あるのに。ねえか。あのカードはねえか。また右結構。さっきもあったじゃん。三池に行けですか。あ、ちょっと本当にサイコロいっぱい振らせて。ああ、十分十分。え？おかしくない？三池港。遠い。見つけないとさ。ちょ、本当に進めるいいカードください。ねえじゃん。よくないな。全然絶好調終わる気配ないよ。21マスも、そんな無理だよ。うわぁ、出た。イブスキね。指に宿ると書いてイブスキね。これも読めねえよなぁ。何、特急シューって今96億もすんの？高くない？武器をさらばとか買うなよ。レッツゴー買うんだ。何がいいの？40マス。二刀流があればなぁ。どうにでもなんだけど。20マスっしょ、もう出るわけねえもんなぁ。出た！よかった。じゃあ僕もカード買おうっと。ああ、よかったよかった。ダイヤモンドも売るか。でも持っててもしょうがねえしな。オッケーオッケー。特急周遊とかどうなんだ？持ってる意味あんのか？多分ないよな。新幹線持ってた方がいいから。この特急って、なんだこの貧弱なカード。これで、星に願いを、あと1進めるだな。これ多分重要。うん、これで、いいです。高いんだ。え、待って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 、なんで足踏み持ってんの？え、これってさ、星に願いをって同じ位置に止まんの？そんなわけないよね。しかもこいつ絶好調終わってねえし。なんだよ、マジでさ。まあ、無理だよね。もう、うぜえ。進むしかねえの。いや、塞ぐか。ここはね、ちゃんと考えてやった方がいい。塞げねえのか。じゃあ、なんかここら辺、宮崎とか、人吉とか行っとくか。
や、これでもまだ多分ね、絶好調終わんねえんだよな。佐久間の絶好調なんか長いんだよね。ワープ駅カードいらねえんだけど。マジで終わんねえな。え、しかもさ、え、鍛えカードなんで今そんなん使うの？ん？近くね？俺に運が来てるか。遠いんだよな。近いとはいえ遠いんだよな。12だろ。頼む、新幹線で出てくれ。マジでカス。12も出ないの？新幹線で？そんなことある？もう弱すぎなんだけど。あー、終わった。あー、終わった。望み使うべきだったね、今のはね。わかるわかる。俺が悪かったよ。望み使うべきだったよな。はいはい。終われ終われ。よし。なんか進めるカードあんの？特急でしょ？所詮特急じゃ、まあ、結構出るな。まあ、望みでもつけられる自信ねえんだけど。15とかでしょ？望みで15出る？出せる？ちゃんと。リニアもっと来たかった。やっぱ余裕ある時にカスタマイズやってリニアにしとくべきなんだな。結構出た。あー、まあ結構出たけど全然出てねえな。岐阜。まあ増資はしてるけどさ、収益多分あんま増えてねえよな。いや、これぴったりとかやめてな。ほんとにうざい。ほんとにうざい。俺もマシムビー持っとくべきだったのか。クソだな、マジで。21っしょ。出ねえか。出せないよな、俺は。あと1マスが出せないんだよね。これさ、回ってきてもさ、全然差つけらんないもんな。でもな、さすがにキング持ったままっていうのは意味わかんねえしな。新宿。買ってくけど、ちょっとまずいね。増資はまあ強いから。お、望みくれんの？ 2 枚くれんだ。持ってんだよな、マジで。またぴったり。ここでぴったりつけられる分にはいいんだけど、何の問題もねえな。しかしここでゴールしても、みたいなところがあるな。やばい。この1年何もできてねえ。え？何マス？ 14 でしょ。望みだな、さすがに。出な、あ、出た。でも出なさすぎでしょ。おかしいって。なんで5個振って14なの？ 3 個でも出んじゃん。わけわかんねえんだよな。少なすぎるって。とりあえずなんとかなったけどさ。浜松ね。買い占めてないからな。何ですか？お、強っ。急に強っ。1進める。まあ、捨てとくか。ああ、持っとけばよかった。そうだよね。もう、本当にゴミ。なんなん？そう、ぴったりつける性能。キモすぎなんだけど。どうしよっか。やっぱ二刀流がねえから。困ってんだな。二刀流があれば何とでもなる、これ。一枚二刀流あればな、話変わるんだけど。どうしよっか。まあ、望み使わざるを得ないんだけど、望みでも、望みじゃなくてもいいのか。別に。あれか、新幹線でもいい。ああ、でも望み使った方がいいか。望みだな。いや、ダメか。で、いけないか。いけないよな。ここにぴったりつけるしかないよな。で、使い切っちゃうんだよね。ありがとうね。いらないんだけどね。いやー、やめてください。本当にやめてくださいよ。よしよしよし。ざまねざまね。バカが。もうどっか行け。金か。金、どうでもいいんだよな。
あれでも待って、こいつ物件持ってるっけ？持ってないよね。じゃあどうでもいいです。おい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 、3000億あるな。だったら、いやでもな、無駄にゴール狙った方がいいな。出なさすぎじゃない？おかしいんだってマジで。いいカードください。あ、いやでもまあ意味ねえか。あんまこいつカード使うもんね。そう持ってんだよな。待って、またぴったり。怖っ、怖すぎなんだけど。俺カードねえ、ほんと買わないと。これなあ、まあゴールは多分できると思うけど。そうだよね、またつけられちゃうんだよな。で、望み周遊が切れたら本当にやばい。カスタマイズでなんとかするしかないけど、カスタマイズやってる余裕あんのかみたいなところもある。で、ここシルバーカード使って買い占めだな。浜松ってなんか高い物件あんだっけ？近いよ。あ、ゴールドカードもあんだ。ゴールドじゃなくていいな。シルバーでいいな。うん、これでいいや。あとは？あ、3000億切っちゃうのか。まあいいか。何年目？ 3 年目ぐらい今。まあいいか。え？いいじゃん。助かる。で、1マスだもんね。もしかして。あ、回ってゴール狙いね。で、回ってゴールか。まあまあまあ、いいよ。これ上の方にしてくんないかな、ゴール。ちょっと望み周囲買わないと。どうしようもない。まあ、鼻水が止まんねえよ。カスタマイズどうにかしたいんだけどな。絶好調、わあ、佐世保か。佐世保多分俺買い占めてないんだよな。どうすっかな。マジカードねえんだよな。いや、ミスったか。回れるところにいた方がよかったか。カード使って。あ、普通に行く感じならいいや。だから特急周遊だもんな。結構ずっと進めるもんな。まずいか。とはいえ、私、望み周遊1枚しかないんですけど。しかも全然出ねえし。なんか進めるカードください。あー、なるほどね。つかも最悪絶好調使うしかねえのか。え、ちょっと待って、ぴったり。待って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 。こーわ。あー、お疲れしたー。あー、よかった。これでなんとかなる。もうさっさと、あれだね。佐世保ゴールしてだな。やばいやばい。なんかここ最近全然物件とかも変えてねえし。あ、変えたか。浜松買い占めたか。しかしなんかうまくはいってない。お？お、少ねえな。もっとよこせ、もっとよこせ。お？お、少ねえな。全都市特選で九州は、あ、だから佐世保だけなんだね。望み周遊でいいか。もうさよならでもよかったな。さよならで、あ、でもいいか。まあ、これちょっとゴールがどこになろうと、あの喫茶方を買いに行かないと。マジでカードがねえ。これで、まあ、北海道とかなったら本当にいいね。神狙い通り。で、あー、これ3000億切っちゃうんだ。喫茶方買えねえか。まあ、この5年で
変えるっしょ、5年というか85年目までにはさすがに変えると思うけど、どうだ、ペレペレメンメンペペン、損害保険、臨時給与、特急収入、わあ、指定運賃か。いいカードもらったね。指定運賃欲しいな。うわ。うわ。かわいそう。どんまい。どうしよっかな。もう刀狩りねえしな。秋田絵カードもねえと。飛べるカードがねえんだ。潜在一具使っちゃうか。夕張。どうしよう。迷うな。潜在、いやーでもこれ、使うしかねえか。なんか増資とかやっとくか。まあ誰もね、ゴールできないしね。佐久間もゴールできないから。オッケーオッケーオッケー。無限に増資してくれ。え、いいじゃん。でも強いな。めっちゃ強くない？あ、佐久間、そっか。今特急収入もらったのか。あーあーあ、結構、あれ？じゃあ行った方がいいか。ああ、かわいそう。潜在一具使うべきだな。申し訳ないが使うべきだ。なんか腹減ってきた。使おう。何宮でもいいんですけど、六宮とは。六宮とは。どんぐらい？なんか、夕張の左下側の六宮がいいんですけど。そっちの六宮ね。はい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 。いい場所替え。これやられるな、場所替え。厳しい。どうしよっかな。福引きカードいらないな。でもこれもここでゴールするしかねえんだよな。正直。できた。あぶねえ。あぶねえよ。場所替えの危機も回避した。マジで危なかったな。ブックマークしかくれねえんだけど。弱くない？ PS が足りてねえよ。出雲のお国だよ。まあ、これで、あれだね。お、おかくれ。いい、いいカード。おー、いいね。ここでもう、木坂田買うか。望み使って買いに行こう。お、怖っ。出たよ、もう、こわー。やばい。刀狩りもねえし。まずはそっからか。やばいな。まあちょっと刀狩りを買いに行くと、もう出なさすぎじゃない？おかしいってマジで。で、使い金でしょ？マジでおかしいんだけど。おい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 。いやー、ボンビーモンキーマジできついなー。何？もうこうなっちゃうんだよなー。きっちー。やばい、一気に今形勢逆転してるからね。ちなみにだけど。どうしよう。まずいなー。え、使わねえの？なめてね。うわ、強え。本当に強いんだよな。3月か。ちか。まあ、とりあえず新幹線周遊買って、こんないらねえから。いらねえから。で、あ、封印か。封印いいな。封印ダジャレ。この辺いいな。カスタマイズもあるもんな。
うん。で、使うんだ、再開カード。このタイミングで使うのか。なるほも。カード2、3枚か。まあ、それ一択だよな。え？強すぎ。いや、強えな。やばい、ボンビーモンキーマジで一気に逆転の目が来るから。まあでもね、佐久間がいいカードを引けば引くほど、俺がそのまま刀がればいいってだけだから、まあ俺のカードボックスでもあんだよね。バカにすんなって話。よし。84年目？まだまだ行くぜ。あ、判決ゾロリー。まあまあか。32億ね。あ、5800億も持ってる。いっぱいあるな、お金。給料入ったからね。これで、まあ、まず、ダジャレ。からの、新幹線周遊。でか、は？ここ止まれねえの？ゴミクズなんですけど。どうしよう。じゃあ、大森とか、か。いやー、刀狩りがあればな。うん。望み周遊とかよこせよ。あ、強っ。テレポート3枚か。いいね、ほんとに。マジでいいカード持ってんな。もしかしてスペシャル全捨て？マジかよ。そういう判定なんだ。これ強い順が決まってんのかな？ AI で。くそだよ。よし。やっとだ。やっとだ。まず、前売り場として買いましょう。あ、やっとだ。これで楽になる。気持ちが楽になるよ。んで、まあ、封印は後でやるとして、刀狩り。で、あ、もう、え？マジ？さよならはいらないな。で、二刀流。あーぶね、変なの買うところだったぜ。と、まあ、これね、カード効果も実は欲しくて、まあ、ただ、まあ、刀狩りし、ダメだな。こっからガッてくよ。潜在地遇3枚強すぎない？え、もしかして、あ、まあでもそっか、テレポートより強いっていう判定か。潜在地遇はね、まあ確かにそうだよね。やばいじゃん、こいつ。手持ち全部潜在地遇になるよ。何それ。いいなぁ、潜在地遇。強いからなぁ。絶好調か。どうしよう。このタイミングの絶好調は迷うなぁ。ただ、まあ先にね、刀狩りはした方がいいと思うんだよね。二刀流だな。二刀流刀狩りだな。で、望み周遊をいただきますと。で、ここにもう一回来る。神。で、望み周遊買う。刀狩り買う。二刀流買う。やばい、これがね、確かね、なんか無限コンボになるんだよな、確か。あれっつうか、これ、前売り場、やればよかったのか？もう確定で止まれんのか？そういえばね。だ、封印とかもいらねえんだよな、とは思う。そうだね。これ、そうだな。これ次も、戻るっしょ。そうだよね。これ次も二刀流刀狩りで、こいつの望み周遊全狩りしよう。で、またここ、保身願いをして、買う。あ、これ無限だわ。あ、あ？ピーマンから金が出てくるの？ピーマンって金なんだ。まずは二刀流でしょ？あー、もうこれもう無敵だこれ。マジ強え。よくないよ、このコンボは。ほら、こうなっちゃうもん。助かりました。
望み守備3枚勝たなかったから700億円分ぐらいあれだよ700億ぐらい浮いたよ。ラッキー。まあ絶好調は今絶賛無駄遣いしてるけど関係ないね。こうなってるから、まあ、別に封印もなんかもういらねえんだよな。そうなるとね。で、二刀流。で、これカスタマイズもね。カスタマイズが確定二刀流なんだよな。まあ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 。ラスト10年ぐらいで無限コンボしますか、じゃあ。あんまり。え俺1200億持ってかれんの。1200億だよ。1200億だよ。笑えねえよ。いや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 。おお、まあ、まあそんぐらいはもらわないとね。さすがに意味わかんねえな。うん。うわー、封印売っちゃえばよかったな。封印売ってなんか別の買えばよかった。どうせ持ってかれるんだったら。これさ、ゾンビボンビーとかにはならないんだね。潜在中とか使えばいいのに。なんで使わないの？もったいなくない？全然使わない意味がわかんないんだけど。じゃあ、心置きなく進ませていただきますかな。こっちから。あー、これ使えってことか。なるほど。言うても84年目だからね。うぅ。はいはい。よし。これで、はい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 。まあ、次ゴール、これでゴールできないかな。できませんでした。5個振って19。まあ、微妙か。ちょっと待って、ごめん、戻るわ。そもそも、あれ？これさ、そう、俺横浜、そこいるのか。まあ、もうこれ、ミニだったらもう、取ってもいいな。取ってでも買い占めた方がいい。縦山とかね、縦山も取って買い占めるか。取らねえんだ。うわー、あと1200億あったのに、いっぱい買えたのに。何やってんだ俺は。OK。いや、これはほんと節目だな。なるほど。普通に進む感じね。8800万。やばい額だよね。お小遣い8800万って。何？札幌。札幌って北海道？日本ハムファイターズ？強いの？日本ハムファイターズって。北海道じゃない？ファイターズってそもそも。あ、負ける負ける。うん、何やってんの？おい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 。弱すぎんだろ。まあ、そんなことはどうでもよくて、パッパとね、買い占めていきましょうね。邪剣。買える？買えるよね。危ないね。あと120億しかないね。ほんとあと1200億あったのね。なんなんマジで。1,2 そっちから行く感じかやっぱり。なるほど。あ、戻るの早っ。やばい、これ買い占めてる場合じゃねえか。物売るってレベルじゃねえぞ。32億。少ない。まだまだ買い占めたいところが、キャバクラ幕府と修善寺。と、ここ。こっちはないよね。下行けね？無理か。あ、もう全部行けねえんだ。出なさすぎたか。クズなんだ。どうしようかな。でもここら辺増資してもな。増資する金もねえんだよな。やべ、ミスったな、これ。そうだよね。まあ、だったら、1個買うか。収益1億円。ゴールドカード使えばよかったか。ゴールディーロジャー。何？なんかお前そんな、記念されるようなことした？は？何それ？俺の発祥地じゃん。カスみたいな記念だな。いやー、ボンビー変わんの？
またミニか。弱者救済措置じゃん、完全に。あまりにも佐久間が弱いからって話？否めないけどさ。じゃあゴール向かうか。お金もないしね。つか通り道にね、まあ、もう拾ってくか。めんどくせえもんな。ただね、これここにいるとね、まあ、ゴールできねえんだよな。だから回りやすいところにいよう。うわー、刀狩り欲しかった。刀狩り欲しかったです。何度も言いますけど。さあ、どうする？お前、そっか、進めるカード持ってねえのか。里帰りね、よかったじゃん。すんごい。ありえない数の潜在地区なんだけど。あ、絶好調終わっちゃいましたか。いつもね、どうなんだろう。これいけんの？やっぱいけねえよな。まあ、持ったまま行くけど、買い占めもできねえもんな。いや、これでも高松だな。高松行っといてって感じだ。いやー、さっきね、スリーに取られてなかったらね、これ買い占めだったんだけど。あ、ヤシマだ。ヤシマ？ヤシマ？あと関ヶ原か。これ700億しかくれねえんだ。少ねえな。こんな頑張って700億なの。つうか関ヶ原ってどこだよ。いや、関ヶ原はわかるけどさ。何駅に泊まればいいんだ？え、関ヶ原ってどこ？やばい、額がないのがバレる。これいける？いけたー。神。オッケー。で、中国地方はあと桃太郎ランドだけで、他は、ま、九州も確か全部買い占めた。ま、星に願いは本当価値なくなったんだよ。本当に価値なくなったんだよな。新宮、やばい。佐久間超近い。いやー、これ買い占めるの精一杯か。ざまあねえな、俺。あ、近くね？ちょ、待って。マジで近い。きついな。どうしよっかなー。シャーク8。あ、シャーク8か。なるほど。新宮まで20。あ、間違えた。絶好調の感覚でサイコロ振っちゃった。ミスったー。ファミリー？オンリーかよ。オンリーか。どっち飛ぶ？カード。いいね。どっち飛ぶ？カード。さあ、何年目だ？ 84 年目？もうあと1年で終わり？もちろん目的地に飛ぶことはないんだ。全然いらないけどね。いや、ゴールされんな、これ。残念。もう、またパロプンって。あ、捨てんだ。マジ？もう一発逆転のチャンスで、なんか何回も使ってたじゃん。諦めんだ、パロプンって。やると思ったな。3000億超えてるな、収益が。さあ、ラスト1年。なんか、え？なんで俺、あ、そっか、スリに取られてるから資産下がったのか。なるほど。わかりやすくカスだな。オッケー。何？あ！あ！岩戸ケーキか。なるほどね。金が降ってるやつね。そう。オッケー。じゃあ、まあ、ゴール狙わせていただきますかな。全然できねえ。どうせなら青止まってみたいけどね。止まれる青ねえんだよな。何これ。ここら辺の青止まっても意味ねえしな。まあ、さすがにこっち行かないと意味ねえもんな。オッケー。いや、この景気でどんどん増資していきたいね。ゴールされるか。残念。本当にゴールできないんだな。あらら。あらら。ちょっとごめんな、あんちゃん。お？一気に持ってきてくんない？全部、あ、間違えた。
まあいいや。うわすごい、105億とかもらえんの。これ夏だったらもっと300億ぐらいもらえんじゃん。マジでゴールできねえじゃん、ぶっ飛べよ。さてじゃあゴール狙うか。500億ぐらいもらえんのかな、ゴールは。岩戸ケーキあんま覚えてないんだよな。そういえば中学の時の友達に岩戸ってやつがいたな。あいつケーキ良かったのかな。今生きてんのかな。なんかね、成人式で一回あったんだよな。なんか他校の友達だったんだけど、面白いやつだったんだよな。 OK、 いいです。さてこれでいくらもらえんの、見せてごらん。500億ぐらいか。10、あ、10倍か言ってたな。え、やばくね、1400億え、10、え、10倍か。10倍カメハメハだ。あ、これ強っ。あ、こんなのやばいじゃん。五所川原？いいね。3000億。あ、なるほど。じゃ、これあれか、鉄道買う？大都会鉄道みたいなの買うか。うーわ、結構出た。やば。どうしよう。どうしよう。結構出てんだけど。ちょっと待ってよ。青で300億か。そっか、10倍だもんな。いや、笑えないわ。リニア使うか。あー、二刀流でいいか。二刀流でいいね。うん、二刀流でいいな。で、ほらな、使っといてよかったんだよ。これ、つけらんないから。本当に望み出ないからな。カスカードとなり果ててんだよ。OK。これで、どうしよう。買い占めてないのって、あ、鎌倉か。あ、修善寺もか。俺これ、拾っちゃうね、自分で。ボンビ。拾ってね。だから俺だよな、ついてんの。俺じゃないっぽいか。大丈夫か。あ、よかったよかった。地味に突起持ってんだよね。怖い。怖い怖い。しかしそこに来られちゃうとな。だるいな。でも五所川原っしょ。あんま関係ないんだよね。お疲れ。さよなら。じゃあな、名探偵。よう知ってるか、坊主。怪盗は鮮やかに獲物を盗み出す創造的な芸術家だが、探偵はその後を見て難癖つける。ただの評価に過ぎねえんだぜ。先行だ。冗談じゃねえ。そんな簡単に人間が消えてたまるか。コナンとキッドが出会った時の、花火だよの時やっちゃった。肩流りでいいかな。あー、そうなんだ。じゃあ、カスタマイズ買っとけばよかった。マジかす。OK、さよなら。9マスとか全然出てないじゃん。積極的に会おうと思ってんね。待って、これ、佐久間も1000億持ってんの？言うてちょっとやばいかも。岩戸ケーキやば。青ちょっと止まるだけで1000億いっちゃうんだもんな。これやば。あんまり良くねえな。バブルとかいうレベルじゃねえぞ。さて6マスか。さすがに一発で決めたいね。疲れ。さあまた1000億もらおうか。いや、でかいなこれ。1000億もらったとてなんだよな。まあそっか、あれか。桃太郎ランドか。買わないといけないから。あ、増資ね。悪くないよね。これ二刀流増資、二刀流増資でさ、多分無限コンボなんだよな。あんまり良くないけど、最後それやるか。どこ？酒田どこだっけ？九州だっけ？どこだっけ酒田。いやー、わかんねー。酒田どこだっけ？あ、違う。待って。15？ 出んじゃない？危な。酒田どこ？え？酒田ってもしかして、俺の下？あの強い部、中の一番下とか？あ、ここなんだ。え、ここ増資売ってる？あ、ここ3つとも欲しいね。このカードリバー。
はい、お疲れ様でした。後半はもうこれだからね、もう確定でゴールできんだよな。これ強すぎんだよな。多分カスタマイズ二刀流コンボ、カスタマイズ二刀流前売り場コンボで、多分毎月ね、あれリニアは使えると思うわ。リニア周遊ないけど、多分毎月使えると思う。かもう常に絶好調でいるとかね、多分それもできると思うな。大宮八番、OK。いや、これさ、俺、あれなんだよな。月面とか買いに行かないといけねえんだよ。で、まあ別に、ない、まあ、欲しいんだけどいらないんだよな。んで、なんか便利系いいのねえかなーっていう。増資？でもな、5件とかだもんな。だったらまあ、カスタマイズ持っとくか。カスマイ持っといて、カスマイフット2。大見八幡も地形。あぶねえ。え、待って。買われるわ。望み周遊買えるじゃん。おいおいおい、刀狩りとか買うなよ。おい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 。これはね、二刀流を駆使して、じゃあちょっと無限コンボやってみるか。全狩りするか。まず、ちょうどいいところにね、そう、佐久間が止まってるから、まず二刀流使います。で、キサカタ。で、これでもドミシャでつけられます。で、これで、で、二刀流買います。あ、もう持てないの？まあ、二刀流買いますでいいのか。そうだね、二刀流買います。で、やめます。で、これで、二刀流使います。で、マイユリバ飛びます。で、これボンビついちゃうんだけど、二刀流だから大丈夫なんですよね。これで、二刀流買うんですよ。あれ？これ俺無限にできてないか？これバカなことしてるだけ？もしかして。あ、ちょっと待って、俺バカなことしてるだけだな。ちょっと待って、もう、え、待ってよ。これバカなことしてるだけだな、さては。え、これ無駄にお金使ってるだけじゃん。あれ？意味わかんないことしてんだけど。あれ、なんかやり方あったんだよな。なんかこんな感じだったんだよな、確か。これで、あ、だからこれあれか。ボンビがいるから、ちょっとわけわかんなくなってるけど。これで、あれ？なんかちげえな。まあ、絶好調だよね。だよな。で、使えるんだよな。いやもうマジミスった。え、なんかさ、やり方あったんだよな。おかしいな。無限に動けるやり方があったんだけど、ボンビがいるからなんか、わけわかんなくなったな。まあ、つけていくよね。12か。いや、こいつの絶好調笑えねえんだよな。いや、困った。まあ、いいんですけどね。まあ、二刀流でいきます？まあ、二刀流でいくか。いいや、二刀流使わなくていいや。うん、まあまあまあ出た。これで、これ何？こっちから行けと。まあ青か。まあ冬だからこんなもんか。しょうがないね。ええー、まずい。こいつ刀狩り持っとって、ええー、そういう系？待って、カード効果持てるな、あいつ。返してもらおうか。OK。これを待っていた。では。あ、怖い怖い。え？ゴールか。なるほどね。まあまあいいですよ、いいですよ。ゴールぐらい別に譲りますよ。
いやー、岩戸、じゃあ、そっか、1000億か。佐久まで2000億持ってんの。ちょっとやばいな。なんか買われちゃったりするのがほんとだるいんだよな。どうしよう。土浦のレンコンか。レンコンパーティー。やっぱ二刀流のなんか無限コンボをミスったことによってなんか、何かが崩れ始めている。まあ、ゴールはさせてもらうけど、させてもらえなさそうだね。させてもらいました。ちょっと二刀流無限コンボ、ちゃんと研究してこよう。次は。ラスト10年だから。そこはもう、無限に動いていかないと、これ多分ね、足りないわ。よし。フル買い占めしたいから。近い。近いよ。いやー、困った。もう余裕でゴールだもんね。14とか、いけないわけがないんだよな。そうやっていくんだ。だから絶妙に俺これ多分つけらんなくね？望みじゃ。やっぱり7個触れるのはマジでいかれてんな。ぶっ壊れてる。しかも3600億持ってんのかよ。カスだな。オナガは、ゴール狙うべきなのか。まあ、ラスト1ヶ月か。5000億あんだよな。ちょ、待って、あと買い占めてないところを見よう。ラストね。あと37件で終わりだもん。北海道が2件。関東が12件か。あ、上野か。なるほどね。二刀流だな。二刀流で、まあ、ゴールできればいいなって感じだけど、ゴールはできなさそうだね。となると、佐久間にも、あ、つけられる。か、使い切っちゃったんだが。あ、フル買い占めしてた。なんかくれんの？進めるカードく、おー、いいね。おー、いいね。んで、まあ、新幹線周囲でいいか、じゃあ。いや、よくなかった。いや、な、え？ 7 しか出ないってことあんの？ラストがこれか。悲しい最後だったな。OK。いらない。あります。おー、いいね。いいけど、まあ、いらねえかな。今じゃねえんだ。うわぁ。確定ゴール。いや、しかもここつけらんねえよ。めっちゃ金持ってるし。どうすっかなぁ。5000億俺より金持ってんじゃねえかよ。まあ、幸いにもね、物件を買われるってことは多分ないけど。だるいなぁ。いや、はてなか。あ、佐伯ね。これは九州なんだよ。よし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 。あー、90年目まで終わったのか。結構いったな。ラスト10年か。したらラスト10年はさすがにね、そう、さっきも、あ、85年目か。あと15年あんのか。ただそろそろ本格的にちゃんとね、買い占めていかないと、何もできなくなっちゃうんで、ちょっとあの二刀流、その無限コンボをね、研究してきますよ。で、ラスト15年は、まあ、ほぼ無限に動き続けて、佐久間に何にもね、させずに、なおかつ全部買い占め、フル増資、狙ってやっていきますかな。